日本国との平和条約。日本国との平和条約。日本国との平和条約。昭和27年条約第5号は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめと、する連合国諸国と日本との間の戦争状態を終結させる他に締結された平和条約。この条約を批准した連合国は、日本国の主権を承認した。 国際法上はこの条約の発効により日本と多くの連合国との間の戦争状態が終結した。連合国構成国であるソビエト連邦は会議に出席したが条約に署名しなかった。連合国構成国の植民地継承国であるインドネシアは会議に出席し条約に署名したが議会の批准はされなかった。連合国構成国である 中華民国及び連合国構成国の植民地、継承国であるインドは会議に出席しなかった。その後、日本はインドネシア、中華民国、インドとの間で個別に法和条約を締結、批准している。本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことからサンフランシスコ条約、サンフランシスコ平和条約、 サンフランシスコ講和条約などとも言う。1951年、昭和26年9月8日に全県委員によって署名され、同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。翌年の1952年、昭和27年4月28日に発行すると、共に昭和27年条約第5号として交付された。 この条約の語文には、1951年9月8日に、サンフランシスコ市で、等しく成文である英語、フランス語及び、スペイン語により、並びに日本語により作成したとの一文があり、日本語版は成文に準じる扱いとなっている。日本語が加えられているのは、当時国であるためである。日本では、外務省に英文を和訳させ、 これを成文に準ずるものとして定約国の承認を得た上で役に調印した。現在条約締結国に保管されている条約認証当本は日本語版を含む4カ国語のものである。ソビエト連邦と中華民国がこの条約には加わらなかったことから、ロシア語と中国語での条約認証当本の作成は行われていない。活動休止であったが事実上は、 国際連盟下であり、同年10月24日に発足する国際連合の公用語とされる英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語の5カ国語は後のものである。ポツダム宣言の発行、回路宣言は履行されるべきことを受けて規定された条項である。日本には領土の範囲を定めた一般的な国内法が存在せず、本条約の第2条が、 にに関するるる。範の一部にいいと解されている国際法的には日本の全ての権利、権限及び請求権の放棄とは処分権を連合国に与えることへの日本の同意であるとヤンブラウンリーは解釈している。例えば台湾は連合国が与えられた処分権を行使しなかったため条約後の主権は不確定とし他国の黙認により中国の請求権が強固する。 可能性を指摘している。竹島の扱いについては、草案から最終版までに、下記の変遷をたどっている。この条約においては、沖の鳥島の存在、取扱いについて明記されている。第2章、第2条において、日本が放棄した千島列島の範囲について、特に南千島、江戸ルフ島、国知里島を含むかどうかに解釈上の争いがある。 条約に基づき領土の範囲が変更される場合は、当該条約中に国籍の変動に関する条項が入ることが多いが、本条約には明文がない。しかし、国籍や戸籍の処理に関する指針を明らかにした1952年、昭和27年4月19日法務府民事局長、通達民事項第438号、平和条約の発行に伴う、 朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務のところについてにより、本条約第2条の解釈として、朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うとの解釈が示された。1961年、昭和36年の最高裁判所判決でも同志の解釈を採用した。 もっとも台湾人の国籍喪失時期については本条約ではなく日華平和条約の発行時とするのが最高裁判例である。東京裁判の受諾について書かれた十一条について議論が行われている。戦時中は連合国、連合国民の有する著作権の日本国内における保護が十分ではなかったとの趣旨から本条約第十五条の規定に基づき、 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律が制定され、著作権法に規定されている保護機関に関する特例、戦時加算が設けられている。第二次世界大戦終結後、ソ連とアメリカは対立するようになり、冷戦構造が戦後の国際社会で形成されていく。中国大陸では国民党政権と共産党政権が対立し、 内戦に発展した。内戦中、ソ連は中国共産党政権を支援した。1949年9月末の時点で、共産党政権は中華民国、国民党政権が主張する領域のうち、チベット都心協商を除く大陸部を占領した。1949年10月に北平、今の北京において、共産党政権は中華人民共和国の建国を、 宣言し、12月に国民党政権は台湾に移った。その後、1950年に朝鮮戦争が勃発した。ソ連と中国共産党政権は北朝鮮を支援し、アメリカ、イギリスなどは大韓民国を支援した。こうした背景があり、ソ連とアメリカの関係は悪化し、連合国構成国間の講和条約締結に向けた交渉は混迷した。 最終的にソ連の代表は講和会議に出席したものの、講和条約には署名しなかった。中華民国、国民党政権及び共産党政権の代表は招待されなかった。こうした国際情勢を受けて日本国内ではアメリカとの単独講和と第二次世界大戦当時の日本の交戦国でありかつ連合国であったソ連や中華民国、 国民党政権も締結すべきとする全面講和論が対立した。単独講和とは自由主義、資本主義国家陣営に属し、また、アメリカとの二国間軍事同盟を締結して、アメリカ軍部隊のみ、在日米軍都市、中流を引き続き維持させる立場。実際には五十二国が講和条約に参加しており、そのため多数講和、または部分講和とも言われる。 このほか、片方の陣営とのみ講和を結ぶという立場から、片面講和という言い方もある。全面講和論は自由主義と共産主義国家の冷戦構造の中で中立の立場を取ろうとするもの。いずれも、ソ連と中国を含むか含まないかが争点となった。全面講和論者の鶴重とは、単独講和とは共産主義陣営を仮想的国とした。 日米軍事協定に他ならないとしている。内閣総理大臣、吉田茂は単独講和を主張していたが、これに対して1946年3月に貴族院議員となっていた南原茂、東京帝国大学教授がソビエト連邦などを含む全面講和論を掲げ、論争となった。また、日本共産党、労働者農民党らは、 全面講和愛国運動協議会を結成、社会党も全面講和の立場を取った。南原は1949年12月には、アメリカのワシントンでの米戦領地教育会議でも、国社会が自由主義陣営と共産主義陣営に二分していることから、将来の戦争の可能性に言及しながら、日本は厳正なる中立を保つべきとする全面講和論を主張した。 1950年4月15日には、南原茂、出隆氏、末川博上原千六、大内兵衛、伊佐野道隆、丸山正夫、清水育太郎、鶴重虎が平和問題談話会を結成し、雑誌、世界、岩波書店1950年3月号などで、全面和論の論人を組んだ。こうした、全面講和論に対して1950年5月3日の、 自由党両院議員秘密総会において、吉田主義首相は、衛生中立とか、全面講話などということは、言うべくして、到底行われないことで、それを、南原総長などが政治家の領域に立ち入って、かれこれ言うことは、極学亜生のとに他ならないと批判した。南原は、吉田の批判に対して、学者に対する、権力的弾圧以外のものではない、官的独善と応じ、 全面講話は国民の何人もが欲するところと主張した。当時自由党幹事長だった佐藤栄作は南原に対し党は政治的観点から現実的な問題として講話問題を取り上げているのであって増下の党、増下の党にある南原氏が政治的表現をするのは日本にとってむしろ有害であると応じた。また小泉晋三は単独講和を米軍による 占領継続よりも勝るとして、疎体率という厳しい国際情勢下において、真空状態を作らないことが平和擁護のために最も寛容であり、全面講和論はむしろ占領の継続を主張することになると批判し、単独講話を擁護した。他に、津田総吉は平和を動かす本源はソ連であると述べており、田中道太郎は安心していい講和などを考える方が、 どうかしているとして、小生は非判郊外の仲間入りする気はしませんと述べている。世界イコール平和問題談話会は、講和問題についての平和問題談話会声明で、単独講和に反対、全面講和を主張したが、朝日新聞が1950年9月下旬に行った世論調査、講和と日本再創、1950年11月15日掲載は、 単独講和支持が全面講和支持の2倍以上であり、社会投資支持者でも全面講和支持が32%に対して単独講和支持が53%もいる。全面講和は一般世論はもちろん社会投資支持者でも支持されていない。1950年6月21日から27日にかけて国務長官顧問のジョン・ホスター・ダレスが来日した。 また1951年1月29日には吉田・ダレス会談が行われている。吉田は朝鮮戦争勃発を講和の後期到来と直感し、秘密裏に外務省の一部に講和条約の叩き台を作らせていた。さらに表向きは経済交渉という触れ込みで池田・早藤を訪米させ、この講和条約案を直接 アメリカ国務省と国防省の交換に内置することにより、講和促進を図ったことが明らかになっている。1951年、昭和26年7月20日、米英共同で日本を含む全50カ国に小生状を発送した。8月22日、フランスの要求を入れ、インドシナ三国、ベトナム、ラオス、カンボジアにも小生状が発送された。 連合国構成国の中華民国、中国国民党政権、それと対立する中国共産党政権の両代表は調整されなかった、口日、インド、ビルマ、ユーゴスラビアは、調整に応じず、講和会議に参加しなかった。インド首相のジャワハルラールネルーは、条約に外国軍の駐留事項を除外すること。日本が、千島列島やカラフトの一部をソ連に、 宝庫諸島や台湾を中国に譲渡する必要があること、沖縄や小笠原諸島の占領継続などを理由に、日本に他の国と等しく名誉と自由が与えられていないとし、不参加を決めたとされる。蒋介石率いる中華民国は、第二次世界大戦中連合国の一員として、日本と戦い勝利に貢献した。しかし条約締結当時、中華民国と、 中国共産党政権は内戦状態にあり。講和会議直前の1951年8月15日に中国共産党政権の州恩来外相はサンフランシスコ平和会議開催に対し批判する声明を発表した。対日平和条約の内容が連合国共同宣言、カイロ宣言、ヤルタ協定、ポツダム宣言、 降伏後の対日基本政策などの国際協定に著しく違反しているとし、同条約がソ連を抜きにして、米英側で決められたこと、中国共産党政権も講和会議に参加する権利があることを主張した。大韓民国は署名国としての参加をたびたび表明し、一時は署名国リストにも掲載されていたが、当時の大韓帝国は日本に併合され、 大韓民国臨時政府を承認した国も存在せず、また他の亡命政府のような大韓民国臨時政府の指揮下にある軍も存在しておらず、日本と交戦していなかったため調整されなかった。韓国が講和条約署名国としての資格があるとアメリカ側へ訴え、これを受けて1949年、昭和24年12月3日、 中韓アメリカ大使ジョン・ジョセフ・ムチオは中国国民党軍の朝鮮人部隊大韓民国臨時政府の存在韓国を署名国にすれば非現実的な対日請求要求を諦めさせることができること等を理由に韓国の参加をアメリカ国務省に要請したこれを受けて1949年昭和24年12月29日の条約総案では韓国が 清潔国のリストに一旦加えられた。日本政府としては、在日朝鮮人を連合国民として扱わないことが保証されるならば、韓国の条約の署名への反対に固執しないと、ジョン・フォスター・ラレス国務長官補に述べた。1950年6月25日に、朝鮮戦争が勃発し、英米も参戦する中、1951年、昭和26年5月の米英協議等において、 第二次世界大戦において、韓国が日本と戦争をしていなかったことを理由に、イギリスが韓国の条約署名に反対した。イギリスの方針表明を受けて、アメリカも大戦中に韓国臨時政府を承認したことがないことから、方針は変更された。百五十一年、昭和十六年七月九日、ダレス国務長官補は、韓国大使との会談で、韓国は、 日本と戦争状態にあったことはなく、連合国共同宣言にも署名していないことを理由に、韓国は講和条約署名国となれないことを再度正式に通知した。この会談で、韓国側は日本の在朝鮮半島資産の韓国政府及び米軍政長への遺憾、竹島、波浪島の韓国領編入、マッカーサーラインの継続などを記した要望書を提出した上で、 十分な信頼と信任により平和を愛する世界の国々との気候への日本人の受け入れに反対すると日本を国際社会に復帰させようとする対日講和条約締結に反対した。しかしアメリカは8月10日にラスク書館で最終回答を行い在朝鮮半島の日本資産の遺憾についてのみ認め韓国の他の要求を拒否した。しかしこの通知後も韓国は 署名国としての地位の要求を継続した。これに対してダレスは8月22日に韓国大使の署名要求を再度拒否するとともに講和会議へのオブザーバー資格での参加も拒否した。ただし、非公式に代表を送るのであれば宿泊や会場入場等の便宜を図ると回答した。9月4日から8日にかけてサンフランシスコ市の中心街にあるオペラハウス において、全52カ国の代表が参加して、講和会議が開催された。日本の全県団は、首席全県の吉田茂、首相、全県委員の池田隼人、蔵省、戸間別吉蔵、国民民主党最高委員長、星島次郎、自由党常任総務、徳川宗義、参議院緑風会議員総会議長、一万直人、と、日銀総裁の6人。 吉田はできるだけ、超党派の全権団にしたいと考えていたため、野党国民民主党の主張する、臨時国会の召集要求を飲むなど、妥協の末、委員参加を取り付けた。また、日本社会党に対しても、全権委員参加を要請したが、左翼陣営は、基本的に、全面講和を主張していたため不参加となった。9月7日、吉田茂首相により、 条約を受諾する演説が日本語でなされた。英語で行う予定で、準備されていたが、直前になって日本語で行うことになり、急遽原稿が差し替えられ、長大な巻物式の急増原稿は、現地のメディアから、トイレットペーパーとも言われた。正論代表ジュニウス、リチャード・ジャヤール・ダナは、戦争中の空襲を指摘した上で、責任の所在、謝罪、反省を受け入れて、 心の問題としての憎しみの連鎖が戦争になることを今しめた、憎悪憎悪によって、やむことはなく、慈愛によってやむという仏だの言葉を引用して、日本に対する賠償請求を放棄する演説を行った。ソ連、ポーランド、チェコスロバキアの共産権三国は講和会議に参加したものの、同じ共産主義国の中華人民共和国の不参加を理由に、 会議の無効を訴え署名しなかった。9月8日、条約に49カ国が署名し、講和会議は閉幕した。調印は国名の英語表記のアルファベット順にこれを行い、講和当事国の日本が最後に調印した。署名は各国とも全権として、会議に参加した者全員でこれを行った。は、調印はしたが、批准はしていない国。 なお、上記の国名はいずれも、調印時におけるものである。平和条約は、第23条1の規定により、日本及びアメリカが衆国が、批准書を帰宅し、かつ、主たる、占領国の過半数が、批准書を帰宅したときに、その時に批准書を帰宅しているすべての国に関して、効力をずるとなっている。従って、条約の発行の告示、 昭和27年4月28日付内閣告示第1号昭和27年4月28日付外務省告示第10号においても1952年4月28日日本標準時で22時30分アメリカ合衆東部標準時で8時30分に条約が発行したと時間まで入れて告示しているなお内閣告示は条約の発行の旨のみであるが 外務省告示は、発行までに批准書を帰宅した国及びその批准書を、帰宅し日も告示している。正論は、アメリカ合衆国の批准書を帰宅したと同じ日の1952年4月28日のアメリカ合衆国東部標準時で13時30分に、批准書を帰宅した。条約が発行後に批准書を帰宅した国については、 批准書の帰宅の日に効力を生ずるとなっているが、正論について4月28日のどの時点で発行したかは不明である。以後の外務省告示は批准書を帰宅した日のみを告示していたが、フィリピン、イラン、ボリビアについての告示は、批准書を帰宅した日及びその日に効力が生じた旨を告示している。パナマが批准書を帰宅した旨の告示。 1953年5月21日付外務省、国事第34号以後の国事においては、批准についての通報、アメリカ合衆国国務省会省がその日付と合わせて、告示されている。ただしフィリピン、イランの国事にはない。同9月8日、講和条約に続いて、日本とアメリカ合衆国の代表は、サンフランシスコ市内のプレシディオ陸軍基地内にある。 歌詞館集会所に移動、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に調印た。日米安全保障条約には、主席全権代表、吉田茂が単独で署名した。吉田は無理に同行した池田勇人蔵省に対して、この条約はあまり評判が良くない。君の経歴に傷がつくといけないので、私だけが署名するといい。 署名の場に同席することは許さなかった。1951年、昭和26年10月26日、衆議院が締結を承認。11月18日には、参議院が締結を承認、内閣が条約を批准した。11月19日、奈良において、昭和天皇が批准承認書。11月28日には、 アメリカ合衆国政府に批准書が帰宅された。条約第23条第1項のの規定により、アメリカ合衆国が批准書を帰宅した1952年、昭和27年4月28日日本標準時で22時30分、アメリカ合衆国東部標準時で8時30分に条約が発行した。日本国との平和条約及び 日米安全保障条約の二条約の締結をもって日本は自由主義陣営の一員として国際社会に復帰した。他方で共産主義陣営のソ連と中国共産党政権、北朝鮮との間では圧力が続いた。日本は同平和条約締結後インド、中華民国と個別に講和条約を締結した。ソ連との間は1956年に 共同宣言に合意し国交を回復したが、依然として現在まで、講和条約は結ばれていない。中国共産党政権との間は1972年に共同宣言に合意し国交を結び、1978年に日中平和友好条約を締結し共同宣言の内容に国際法上の拘束力を与えた。他方、冷戦構造に対して中立を取ろうとする。 全面講和論はその後も展開され、山川ひとしらの非武装中立論は、社会党の当然ともなり、その後の日本をめぐる安全保障及び、日米同盟に関する議論を形成ていった。なお、条約の発行をもって、レッドパージの一環として、占領軍により発行を禁止されていた、新聞赤旗が再刊された。非武装中立論を批判する、長井陽之助は、 長期的目標として、非同盟イ,イコール中立が正しいとしても、米ソナカ三国の緊張緩和のテンポを考慮するべきだと論じた。このような議論は、講和条約と同日に締結された、休日前安保条約を改定した、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全、保障条約が1960年に締結される、前後、安保条約に反対する。 政治運動として安保闘争が繰り広げられた。また、在日米軍の問題は、沖縄の在日米軍基地問題に関して、今日の日米関係の重要な外交上の争点となっている。沖縄県では、条約が発効した1952年4月28日を、引き続き1972年までアメリカの占領統治下に置かれることになった屈辱の人氏。 2013年4月28日に日本政府主催の主権回復の日の記念式典について沖縄から批判的な意見が出た。この問題には昭和天皇が雇用係、寺崎衛星を通じて GHQ のウィリアム・ジョセフ・シーボルド宛てに伝達した天皇は咀嚼条約によって沖縄が引き続き最低も100年アメリカ占領下に置かれることを希望している胸の いわゆる沖縄メッセージも深く関係している。全面講和論はその後も再評価されることがあり、2001年に朝日新聞紙上で坂本義和は当時全面講和は1951年でなく朝鮮戦争やベトナム戦争の休戦協定時点であれば可能であったはずだと主張、また日米安保条約を有事中流方式にすればソ連が 北方領土を認めた可能性もあるし、また沖縄への米軍基地集中も起こらなかったかもしれないと述べた。これに対して伊藤裕子は戦後の日本はアメリカによって単独占領されており、したがって占領下の日本が独自の外交権も持てずに実質的に制限されていたことを考慮すれば、日本がアメリカの対日政策と無関係に自ら行動を起こすことは 不可能であったと考えるべきだと批判した。また、全面講和が可能になる条件としては、アメリカの冷戦的思考と枠組みをソ連が受け入れるか、また、アメリカが共産主義諸国を敵視しないことが必要であったが、それらはいずれも不可能であったため、全面講和は実現できなかっただろうと述べた。日本国有聖省、現在の日本郵便は、 調印翌日の9月9日に事前に用意していた記念切手3種を発行した。2円切手と24円切手には菊が描かれ、8円切手には国旗が描かれている。1996年4月8日に発行の戦後50年メモリアルシリーズの第一集中1枚は吉田が署名する場面が切手の衣装に採用された。2001年9月7日に 上院50年を記念して会場となったオペラハウスと秋草を描く記念日手を発行した。2001年平成13年9月8日、日本時間では9月9日、講和会議の会場であったオペラハウスにて北カリフォルニア日本協会の主催によりサンフランシスコ平和条約署名50周年記念式典開かれた。日本からは 田中牧子外務大臣が、米国からは、コリン・パウエル国務長官が出席し、それぞれ演説を行い、日米の同盟関係のさらなる強化の必要性を確認しあった。この式典の前にプレシュディオ元陸軍基地において、サンフランシスコ平和条約署名50周年記念式典も行われた。2011年、平成23年2月25日、自民党議員が、 4月28日を主権回復記念日にする議員連盟を設立。講和条約発行日である4月28日を主権回復記念日と定め、政府主催の記念行事を毎年開催するよう働きかけを行っていくとしている。2013年には第2次安倍内閣下で主権回復、国際社会復帰を記念する式典が行われた。 太平洋戦争における、対日本の公式な宣戦線布告国家ではなく、かつ条約調印に招聘されなかった、周辺国による条約否認、改定への動きもある。尖閣諸島問題で、日中関係が悪化する中、2012年11月14日に、中華人民共和国、韓国、ロシアによる、東アジアにおける安全保障と協力会議が開かれた。石上 中華人民共和国外交部直属の中国国際問題研究所副所長、各立名は日本の領土は北海道、本州、四国、九州四島に限られており、北方領土、竹島、尖閣諸島に加えて沖縄も放棄すべきだと公式に演説した。そのためには中華人民共和国、ロシア、韓国による統一共同戦線を組んで、 アメリカの協力を得た上でサンフランシスコ講和条約に代わって日本の領土を縮小する新たな講和条約を制定しなければいけないと提案した。モスクワ国際関係大学国際調査センターのアンドレイ・イバノフはこの発言が中華人民共和国外交部の公式機関の幹部で外交政策の策定者から出たことに対し多かれ少なかれ 中華人民共和国指導部の意向を反映していると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。